ゆっくりしてってね。ドリームキャスト初のサカックで最短年数全冠制覇ワールドウィナーズ杯優勝、始まるよ。世界スタジアム集中開催で、初戦はポルト FC。二度世界一になったポルトガルの超名門クラブに挑みます。各大陸代表クラブのトーナメント戦でクラブワールド杯に近いですが、各戦優勝で、各大陸1位ではありません。ポルト FC は世界第25位で、本大会では最上位、第4ドン、6位トリノが出場した欧州杯の方が格上の大会、杉下、7位、奥村を補強した青ヶ島が五角形一回り上、しかし入団直後で連携面が不安。FC ポルトは87年第8回トヨタ杯で初優勝、4年第25回最後のトヨタ杯で2度目の優勝、2回世界一になった超名門です。トヨタ杯は5年クラブワールド杯に発展継承しました。欧州と南米にアジア、アフリカ、北中米、欧州を加えた6大陸の真の世界一が決定するクラブチーム戦に生まれ変わりました。コンディションはどうなんでしょうか。モチベーションも高いみたいですね。 J クラブはクラブワールド杯に8回6クラブが参加して、2位1回、3位3回、4位2回、5位2回と検討してます。さあキックオフです。青ヶ島は2月に欧州スタジアムで試合しましたが、世界スタジアムは初めてです。ボールが流れた。ダイビングヘッド、ビューティフルゴール。欧州杯優勝ゴールを決めた下田が大会初ゴール。下田、アジアの大砲が世界スタジアムで火を吹きました。下田、素晴らしいシュートでした。シュートは手堅く決めるのが一番ですよ。はい、こういうビッグゲームでの先制点は非常に大きいですね。奥村のモデルは日本人初のブンデスリーガー奥寺康彦選手、杉下のモデルは鎌本選手と2大スターと言われた杉山雄一選手です。ここまで劣勢のポルト、流れをつかむため攻勢に転じます。その出花をくじっぱらーものカット、ペソア、サイドを攻め上がる。ゴール前で受けた杉下、素早く逆サイド、対角に上がったパラーモのクロス。下田がボレーで前半2点目。前半33分、大砲、下田、チャンスを確実にものにしました。大砲と評される彼としては珍しいテクニカルで華麗なゴールでした。素晴らしいシュートでした。一瞬のひらめきが素晴らしいんですね。すでにパワーだけではなく、はい、ここは攻撃陣を褒めればいいと思いますよ。テクニックでもワールドクラスに成長しました。前半終了間際、ゴール前に迫るコンスタンチのエクを奥村ファールで止めた。警告も出ず、怪我もなかったコンスタンチのエク、フリーキックで直接狙った。直接シュート、ファインセーブ。ゴール右下に落としたキックを川口選手がファインセーブ。ここで前半戦が終了。前半2点リードで折り返し、2点のリード。水沼さん、ユニコーン、ここまでご覧になっていかがだったでしょうか。相手よりも多くチャンスを作って、それが結果に表れてますね。今回2試合試合を見るでハーフタイムをカットします。後半キックオフです。マナミのモデルはナナミヒロシ選手、 GP ではありませんが全く劣りません。マナミのパスを受けた下田、止められた。後半開始すぐポルトは森永を交代させました。ここで投入されます。7年浦和と8年ガンバは ACL 優勝でクラブワールド杯3位と健闘しましたが、10年アフリカ代表コンゴのマゼンベが準優勝したことで、欧州 VS 南米の時代は終焉しました。スライディングで柳、ボールダッシュ、ススペイタと壁パスで攻め上がります。左サイド待っています。左サイドのパラーモにつけてドリブル突破。ゴール前の下田がポストプレイ、ペソアが走り込んで試合を決める。3点目、欧州杯6点で得点王のペソア、世界スタジアムでも決めた。本作発売の99年当時は欧州 VS 南米の時代が終焉するなんて考えられませんでした。13年にモロッコのラジャカサブランカも準優勝してます。
クラブワールド杯に開催国枠で11年柏、12年と15年広島が出場して、15年は3位と健闘、16年鹿島も出場でレアルマドリードを延長に追い詰めて準優勝しました。終了間際、マナミのパスで下田またもゴールに迫ります。スライディングしたディフェンダーと飛び出したキーパーを嘲笑うような軽いループシュート。後半のロスタイム、大砲、下田、ハットトリック達成です。華麗な2ゴールでハットトリック。アジアの大砲が世界の大砲に成長しました。こういうアイデアはさすがですね。99年当時は J クラブが南米王者や欧州王者と記憶めせず戦うなんて考えられませんでした。18年 UAE のアルアインも開催国枠で準優勝。19年北中米王者ワイネイでティグレスメキシコも準優勝。南米王者が決勝進出できないことが増えてますが、5年以降のクラブワールド杯で欧州王者が決勝進出しなかったことはないので、欧州2位は未だ揺るいでないと言えます。実況は八塚博士でお送りしました。それでは皆さん、さよなら。さよなら。モムは杉下 8.5 入団して2週間未満なのにさすが、奥村 6.5、マナミ 7.0 も問題なし、森岡選手 5.5 なんて珍しい。決勝戦はアフリカ王者カサブランカ FC を破った北中南米王者メデジン FC が対戦相手です。海外 VIP 国内 VIP 両方が来訪して、世界的に注目を浴び、視聴率が跳ね上がりました。が緑なのでモデルクラブはアトレティコナシオナル。89年と16年に南米王者になり、89年トヨタ杯は AC ミランに敗れ準優勝。16年クラブワールド杯3位。アジア勢鹿島が初めて南米王者に勝利しました。カサブランカ FC が世界55位、メデジン FC が37位で南米8位、現在青ヶ島は66位ですが、ポルト FC 戦が事実上の決勝戦か。イラゴリは本作唯一の攻撃意欲 SS のゴールキーパーで、モデル選手は強人と呼ばれたイニータ選手です。ディフェンダーエスコバル選手が94年ワールド杯敗退を射殺された悲劇でも有名なクラブです。イニータ選手は麻薬関連の事件で出場できませんでしたが、94年ワールド杯コロンビア代表はバルデラマ、アスプリージェ、リンコンらを擁し優勝候補でした。しかしグループリーグ敗退。アメリカ戦でオウンゴールしたエスコバル選手は説明する義務があると帰国し、暴漢に射殺される悲劇が起きました。この事件は世界中で報道され、日本では自殺戦がオウンゴールに名称変更されました。コロンビアに限らず南米の主力代表選手の大半は欧州でプレーしてます。いや、南米に限らず、近年は日本もそうなりました。94年と2年にブラジル優勝以来、4大会連続で欧州が優勝、南米は優勝できません。コロンビア代表は、14年ワールド杯で日本代表が負け、18年では逆に勝ったことも印象深いです。柳、スペイタ、ペソアとつなぎ、下田ポストプレイ、ファールをもらおうとした感じもします。18年ワールド杯コロンビア代表は、不可解なファールで同点にしたから問題なし、これは得意の形。決まった!先制ゴール!前半14分、大砲!下田!確実に決めました!打点をずらしたキャノンシュートで先制点、パワーやテクニックだけではなくずるさも身につけました。あそこまで行ったらあれでいいですよね。なるほど。こういうビッグゲームでの先制点は非常に大きいですね。八塚さんが国内ビップの話題を振って、宮沢さんが選手たちの緊張と言おうとしたら、ペソアが蹴り上がってゴール前とフリーのパラーモにパス。ミラクルゴール。あっけなく前半2点目、楽勝ムード。ユニコーン、チャンスを逃しませんでした。格上の欧州杯で優勝したから緊張なんてしてないかも。パラーも素晴らしいシュートでした。いい判断でしたね。そうですね。まあね、ロッカールームでもかなり明るいんですよね、彼は。パラーもはロッカールームでも
かなり明るいそうです。前半45分が終了。前半2ユニコーンで終了。2点のリードを奪っています。宮沢さん、ユニコーン、ここまでのところはどうでしょうか。相手よりも多くチャンスを作り、それが結果に表れてますね。後半開始、イラゴリーは攻撃意欲 SS 守備意欲 C のゴールキーパーです。モデルのイギータ選手のように攻め上がることを期待しましたが、本作のゴールキーパーは攻撃意欲 SS でも攻め上がれないようです。通算得点41点は歴代4位で、もちろんゴールキーパーとしての実力も高いです。95年イングランド代表との親善試合でループシュートを両足を揃えて飛び、エビ取りになって頭越しにかかとで蹴り返すスコーピオンキックを披露しました。ボールを折り返す。ベフア、ループシュート。イラグリー、スコーピオンキックで防ぐか。防げませんでした。ユニコーン3点目。ユニコーン、チャンスを逃しませんでした。ゲーム的にイラグリーだけの特殊プレイとしてスコーピオンキックは再現すべき。ウプ主はそう思います。よく見てましたね。そうですね。こういうゴールの陰には猛練習があるということを忘れてほしくないですね。クラブワールド杯でも12年コリンチャンス優勝を最後に9回連続南米は優勝してません。勝てなくなった原因は選手の海外流出逆年化に歯止めがかからないからでしょう。経済が悪くて貧富の差が激しく、治安が悪いけどサッカーは強いなんて時代ではないと思われます。そんなこと言ってたらゴール前ドフリー2人で失点。1点返された。南米の底力を見ました。チャンスを確実にものにしました。南米だけの問題じゃないけど、欧州一強の時代が続くことは阻止してほしいです。思い切った作戦を取るのもいいかもしれませんね。そのためにはどうすればよいかは難しいです。実は21年以降クラブワールド杯は4年に一度24クラブで開催予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で前回同様開催されました。ペフアのドリブルを止められず、ゴール前の下田、スライディングをかわしキャノンシュート。イラゴリーが弾いてペフアを押し込んだ。試合を決定づける4点目。本作発売当時は J クラブが欧州王者や南米王者に勝つなんて夢だと思われてました。しかし20年後にはもう夢ではないところまで来ています。こういうプレーですよね。いいのは23年以降のクラブワールド杯がどうなるかは未定なので気になります。青ヶ島ユニコーン、初の世界戦で初優勝。ユニコーンワールドウィナーズカップ初優勝です。しかし4年目2月ワールドクラブリーグこそが真の世界戦です。ユニコーン、並みいる強豪を抑え優勝を勝ち取りました。本大会優勝で世界40位以内に来年上がることは確実ですが、ここから優勝おめでとうと言いたいですね。それでは歓声に包まれたスタジアムを後にしたいと思います。真の世界戦で優勝しなければ5年に世界一にはなれません。大会終了後に退団予定の柳が 8.5 で揉む。青ヶ島の壁が大会 MVP で有終の美を飾りました。来年ワールドクラブリーグ優勝して世界一になるために仕方ないです。17年、18年と J クラブがアジア王者になりましたが、クラブワールド杯は5位、4位と振るいませんでした。正直まだまだ欧州や南米との力の差はあります。まずは J クラブに4年ぶりのアジア王者奪還してほしいところです。青ヶ島ユニコーンは来年世界40位以内になりますが、やっと世界にその名が知られるようになったくらいです。ワールドクラブリーグまで限られた期間で、金に糸目をつけず妥協のない戦力増強をします。優勝賞金はアジアウィナーズ杯5億、欧州杯と南米杯が10億、ワールドウィナーズ杯が8億、それだけでも大会の序列は明らか。FP 登場に優秀よ。育成データと選手交換して若返らせ、代わり日本データには一時年齢調整で離脱した 8UGP が復帰します。ファン感謝マッチで恒例の J2 総括。降格組の富岡と広島が GP を補強して1年で昇格しました。 FC 東京は第6節からずっと3位、降格組が3月からずっと昇格圏は
盛り上がらなかったでしょう。3年目12月、8 UGP 中田、年齢調整済みで復帰。古井原選手も5年目 U22 選抜か。ニューイヤー杯2回戦で2年ぶりの東京ダービー。今季 FC 東京は J2 3位でしたが、来年は J1 昇格できるか？本作発売当時ヴェルディ川崎ですから、10年目まで昇格しないと、11年目 J2 で東京ダービーになります。準々決勝は J2 優勝で1年で J1 復帰したライバル富岡シエロ。補強した GP を何度も引き抜くと早く10年目の壁が来ます。9年目 J1 準優勝、10年目 J2 降格しないといけないので、今後もどんどん引き抜く予定です。準決勝は神戸、今季最後のホーム。5年にユニフォームが白黒からえんじになったことは残念でしたが、18年イニエスタ選手獲得など戦力増強、19年天皇杯初優勝、21年 J1 3位で、今年 ACL でまだ勝ち残ってます。J1 と両立は大変だけど頑張って。年末セーブして来年初頭まで進めたら、スタジアムルブ S 改築不可。面倒なので年内に改築します。レストランルブにして、収容人数18万2000人に改築。かつてマラカナンスタジアムが20万人でしたが、92年のスタンド落下事故で8万人に大幅削減されました。22年 ACL 決勝トーナメント1回戦で神戸は F マリノスと対戦。そういえば、F マリノスはまだ ACL 優勝してなかったんだ。どちらも応援できないけど、浦和ともども頑張って。ニューイヤー杯3連覇は快挙ですが、優勝を喜ぶシーンはカット。4年目ワールドクラブリーグ優勝して、5年目世界一になるため、欧州杯優勝。J 杯決勝で PK 負けして、アジアウィナーズ杯回避。観客動員数は約50万人増。クラブ人気は最大ですが、サポクラは約9000人と伸び鈍化。メデジン戦は視聴率 34.5%。秘密兵器スクローダー2度目の巨額移籍金で、スタジアムルブ S 改築しても約250億黒字。代表成績は I 杯予選敗退。5年目から V 字回復させます。人事情報は森永ポルト移籍が目につきますが、FP 指紋や GP 中田が抜けてることが不思議。本拠地情報は、人口15万人近くまで増加。サッカー人気が全然伸びないのが不安です。4年目突入、まずはスポンサー契約。昨年リセットしてランジェリーと契約したので、今年8回リセットして紳士服のテイラーと契約しました。来年呉服と契約すると再来年総合アパレルに合併、ユニフォーム変更イベントを起こせます。ワールドテレコムは7億大口でクラブ人気アップ。ガスは成長して、J1 優勝でボーナス3億、人口増加率アップ。テレビ局は2年連続6局ネット据え置き。契約公開は森岡選手だけ留学のために4年契約にして、キャプテンになってもらいました。年末スポンサーリセットで、サポータークラブ運営費は12億にしましたが、無駄だったかも。実はワールドクラブリーグ優勝後重大なトラブルが発生したので、次回お詫びします。ご視聴ありがとうございました。